ラクスティ観光ツアーラストやってくよ、イエーイ。つうわけで、君とのデートも、巨乳がグレネードラッチャーに落ち着けられてプニュプニュしてやがるぜ。ご利用しいけどさ、まあ最後やっていこうか。施設は一体何なの、ここの施設は一体何なので、ここね、あれな、緑茶カテキンをね、たくさんね、埋め尽くして、持てない、持ちことができない。これあれだよね、この一発をさ、なんか犠牲にして、なんか三発持ったかな、得なんじゃねえかとかって思ってるんですけどね。先になんかね、これ多分、これでも本当にここどこなの、これ何、作業員研究、めっちゃアイテム落ちてるわー。ここにもなんかあれだね、バイオ、あ、ガンパウダーね、あ、ガンパウダーと、あ、そっか、置いてったよ、96発まあ、この施設が何かもわからないまま、とにかく確保していくしかないんですけれども、まあ、1,2,3,4,5,6 のそこからね、いろいろな培養液じゃないな、なんか消化液みたいなのが出てくるのかな、はい、まあ、緑茶カテキンで、カフェインが苦手な方はあれですけどね、ということで、こっちは何もないから、じゃあチュルチュチュルチュ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 まあ、どっかで休憩室で、作業員の休憩室で、まずそもそもどうやって入っていったのかって話ですから、バカラッパカラッパカラッパ、ウィーッ、今はね、逃げようと思ったら、実験室、あ、すげえな、いや、ほんとね、あのね、筋トレをやって分かったんですよ、片手でぶら下がるっていうことが、いかに恐ろしく難しいかっちゅうことがね、もうほんとに、おっと、これはなんだ、はい、ニコラ、やめて、あ、それ、あれです、あの、リポビタン勢、ファイトを一発、俺よりもか、ああ、まあね、まあ仕方ないね。チーを授けてやったぜ。何、ムカつくやつは撃ち殺していいよっていうやつ。じゃあ今からそうさせていただきます。エクシー！だが俺はその命で金を稼いだ。大変失礼いたしました。お前はこういう状況でさ、取引をさ、ちゃんとやってくれるってさ、普通に蹴落としてさ、さっさと殺してしまえばいいのにさ、結局あれなんだね、悪いやつのさ、なんて言うんだろうな、死亡確定フラグっていうのはさ、主人公を生かしちゃうっていうところなんでね、もうさっさと殺しちゃえばいいのか、うえ、まあ、最後の最後で殺す場面もあったりとかするんですけどね。ということで、さあ戦ってやろうじゃないか、私の手持ちはこれだけだ、グオー、まだか、まだか、グオー、おい、燃えろ燃えろ燃えろ、さあ燃えろ燃えろ燃えろ、おっそう撃つん、そんな遅かったっけこれ、燃えろ、あー、ふい、よい、ぶれぶれぶれ、燃えろ、うい、燃えろ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 、燃えて、ドゥン、甘い、燃えろ、さあ何発君は持ちこたえることができるかな、うい、よいしょ、あ、ちょっと待って、切るんで切るんで、よし、じゃあ、あ、違う、あ、もう早っ、6発やで、これもしかして、あ、じゃあ、ちょっと待ってね、お願いしまーす、グオー、違う、間違えた、うわー、なんかすごい電撃ビリビリのなんかいろいろ飛び出てくるかな、よいしょ、あ、サックオッケー、飛ばせない、いって、なんだお前転がりながらやってくる、なんてやった、あ、ザコ出てきた、ほいほい、よいしょ、ザックバランのやつら出てきて、うん、ザックバラン出てきてるな、よいしょ、あ、違う、焼夷弾じゃない、硫酸弾の前にこいつらをほいで、どっからピョンする、どこピョン、右、ああ、くるくる、跳躍力が半端ねえな、さすが宇宙人エイリアン、外しいの、てえ、硫酸弾実はあまり効きませんっていう、こっちうげえ、くるくる、外しいの、死ぬ、硫酸弾が効いてねえぞ、こいつ、ショットガン、長い、お手手が長いのね、ゴムゴムに太陽2回、キロ、ちょ、この連続攻撃が半端ねえな、カルロス全然役に立ってねえし、ほら、あーっと、残念でした、また、またザクが出てきたぞ、ザコ、あ、ザコ、ザコどこ、え、どこ行った、どこ、くる、あー、そういうことね、さあ、おいで、ほい、ウィーギュー、ああな、お前に当たるんかい、よいしょ、ピピピン、ピピピン、あ、下手くそ、つざま、逃げろ、
逃げろ逃げろ逃げろ。オッケー。よいしょ。あ、ちょ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 。ほい、よいしょ。ボーン。一緒に爆発しちゃいる。ボーン。まだまだ許さないわよ。ボーン。ほんで、下がって。おまたにも。元オスだろ、お前は。マットって言うんだろ。マットはマットよ。オッケー、倒した。オッケー。あとは燃やす力でなんとか。うい。あ。ほい。あ、あ。マインスラーでやろう。ザコが来たぞ。後ろだ。後ろ、え、後ろ。あ、全然違った。あ、ピック。よし。飛んで回復回復回復。いいよ、きょ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 。あれ？よし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 。ジュドーン。あ、倒した。終わりー。おしまい。やったー。いやー、やっぱグレネードランチャー。もう感動。それで上がってこい。クレーンを下ろす。あ、めっちゃ疲れてるけどな。お前ほんと、あの、自分の命が危険にさらせられないところからなの、すごいね。で、美味しいところだけ持っていくんですよ。はい。顎外しの術こんな使い方できんのかってね。クレーンゲームでもこんな早くブイってならないからね。うん、さあ、こいつのアーム力はいかに。さあ、上へ参ります。ピピ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 綺麗な脇って確かにね、もうあれだよね、なんかエロいとかじゃなくて、もうなんかもう芸術作品っていう感じがするもん。あ、うげえ、やっぱりカテキンは苦手でおじゃる。届き出して、余計に溶けちゃうよ。まあ消化液なんだろうね。さあ、暑い毎日が続いておりますね、本当にね。真冬だっちゅう。まあ、まだ真冬とは言わないか、12月の初旬、中旬とかだったらね。うん、ニコライ。さあ、ということで、ニコライどこ行ったのよ。どうしよっかな、もうラスボスだもんね。まあでも、一応これ、こいつらで行く？まあ、あとはあれだね。よいしょ。じゃあ、普通に、じゃあ、ショットガンで行こうか。ね。えっしょい！あ？で、でもショットガンであの、なんかね、カメハメハたちを倒せるかって微妙なところがあるからな。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。よし、で、こいつらと、まあこんなところで OK かな。で、ちょっと待ってね。チラッ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 。燃やし尽くすなら、こいつら。で、レールガンのことなんて言うんだろう。電磁砲って言ってんのよ。電磁戦隊強磁性歩兵連隊用次世代レールガンメシレジアここに1個ガンパウダーがあるっていうのどういう仕組みなのよってで、あそこに弾たちがいっぱい置いてあるっていうのもう、あ、最後に見とくか。おっぱい揺れ揺れ、揺れ揺れ。あ、チャキ持ってないよ、そんなハンドガン。やり遂げたわ。そんなおしゃれハンドガン持ってないよ。このガメツイクソ野郎。ガメツイクソ野郎って。お前は結構ジルって口悪いよね。ということで、口が悪かったのか、それとも悪くなっちゃったのかっていうのがわかんないけど。おぉ。うんげぇ。まあ、こいつもなんかね、すごいね、たくさん出てくるんだけどね。まあ、仕方がないよね。よし。じゃあ、くる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 って言ってた。こいつね、いろいろとね、もうね、変化が早すぎるんだよな、ほんとね。シールス並みになんか早かったりするよね。まあまあ、そんなのはいいとして。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だが、お楽しみのところ悪いんですけれども、私、ご用事がありますので。街はもうすぐ爆破される。己の命までは金に変えられん。命大なり金っていうところが、まあ、ちゃんと人で良かったかなっていう気はするけどね。ワクチン奪われた。よく金なんてさ、ニコライ追って。いろいろと体験や欲求を満たすためのさ、道具でしかないっていうことに気づくのってやっぱり人生の早い段階でできてたらいいよね。今度こそ金はあるだけあった方がいいには越したことがないんだけどさ。じゃあそれで金がないとできないかっていうと、まあ、いろんなあらゆるあらゆる体験でさ、やっぱり人を頼る、また自分の行動力に依存するとかっていうところがあると思うので、後ろなんかいろいろとなんかうごめいてる気がするんだけど。早くしましょう、発射往来。これちなみにこの構えたまんまさ、撃たなかったらやられたりとかするのかな。ちょっと試してみる、ギリギリの。うぎょー、今あれだったね、ラリアットじゃなくてあれなんていうのかな、ハンマーブロック、うん、マリオだよね、っていうのが、うん、エンジンを再起動しますと思ったけど、中に入っていかない。
でもこれ限定的にしか使えないっていうのがね。さあ、ということでお戻しします。なんかさ、こう回を重ねるごとにジルのおっぱいでかくなってないね、そんな気がするんだけど、気のせいかなっていう気がする。あお、おう、あー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 、進めない。どうだった？オッケー、あっちー、カテキン入ってきやがった。オッケー、じゃあそうなっている間にシュン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 、早くって長っ。残りの電源はあと2つです。オッケー、リュウ3段、リュウ3段、リュリュリュウ3段、リュウ3段、カモンベイビーアメリカ、リュチ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 ュルチュチュチュル、押して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 、パンダパンダ、ウサギチョコ。これあれだよね、普通に起き上がってる時に、起き上がってる時っていうか、正常な状態の時に、これ押してると確か即死攻撃をかまされるんじゃなかったっけ。なんかそんな気がするよねー。パンチ食らってきたり、よいしょ、ほい、溶け溶け溶け、ピピピ溶け、ピピピ、わあ、ちょちょちょ、あ、なんか捕まれた、痛い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 、全然見てなかった。もう今のね、このパソコンのスペックの状態でね、多分ね、見てるのとかね、やったらね、多分死ぬよね。おい、オッケー、むちゃくちゃやったけどね、今完全に動き方が。そうなんだよ、ね、インフェルノとかナイトミアのさ、あれ一発でも食らうと、もうね、あの、いろいろと食らっておしまいだからね。よし、おしまい。ちゃ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 んちゃんちゃ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 、あ、起き上がった、早っ。これちなみにもっかい、もっかいできるかな。うわー、あ、やっぱり、あ、いけるんだ。あれ、これまだ、こい、食らわせられない。あ、いけた、え、あ、びっくりした、一瞬死んだかと思ったわ。あ、やばいやばい、お持ち帰り、お持ち帰りしようとしやがる。あ、ちょ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 、うわー、口くっさー、口臭パネー。あ、これ、多分当たってない。あ、何、行かないのかよ。ほい、あ、間違えた、上すぎた。オッケー、これで倒れて、あ、いいじゃん、倒れてる間にやっちゃったよ、いいじゃん。よっしゃー、泣きっ面に鉢、一発目でいけんじゃねえか。キュイーデー。いや、あの、もうちょっと時間でお願いしちゃって無理でした、ごめんね。よし、じゃあ行くか。さあ、このままお乳がピロ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 ってなってる。うわー、たくさんのワインが注入されております。じゃあこっちは赤ワインから白ワインに。赤は白に勝てんのです。うんな、でも僕は赤ワインが好き。うわー、ああ、すっきり生成したわっていうあれだね。よし、オッケー、生成した。じゃあ行きましょっか。ラスボスも見事綺麗に倒すことができましたので、これで炸裂弾をパチャンと置いて、いいね、気持ちいいね。じゃあ登っていきましょうか。ピッ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 、ほら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 、揺れてんじゃん、ちゃんと。やっぱこういう仕様がないとたまらんすよね、ほんとにね。これネストなのかな、07とかいろいろあったりとかするけどね。え、ほら普通に揺れてんもん。ほら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 、ああ、まだ追いつける。ほら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 、捉えられる、揺れてるもん。どっかのゴリラさ、筋肉が硬すぎてさ、脂肪分が少ないせいかさ、全然あれなんだよね。じゃあちょっと待ってね。で、ここ行き過ぎないようにして、ほい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 、ほら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 、プルン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 って祝砲じゃー、祝砲じゃー。あー、一発しかあげれなかった。ほらほら、プルン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 って。カルロス、カルロス、ここでさ、カルロスもさ、殺されてないでさ、普通にこう助けてもらって、あの、息がちゃんとあるっていうのがさ、実はこれ共犯なんじゃねって思ったりとかさ、あるいはね、爪が甘かった、普通にさ、頭銃で撃っとけばよかったのにね。自分が何をしたか、これで、あの、この後の操作をミスしたらさ、普通にナイフで
喉をかっさくわけだからさ。俺は役員のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まで半日。まあ、そういうこともあったりするよね。ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ。じゃあ、ミス・バレンタイン。バレンタインっていう名前が超おしゃれだ。忠告を聞かないから、結局一番爪が甘かった男だよね。性格だけがクソ悪くて、能力的にはなんかもう一番ちょっと終わってたかもしれないよね。能力ってあれだね。まあ作戦だね。計画、作戦、戦略、戦術はわかるよ。ということで、カチャコン。さあ、行きましょうか。打てない。あなたにまた当てちゃえばいいんすよ。足打てばいいんじゃない。足打ったらもうそれだけで戦闘能力があれだからということで、チラチラおちんちん打ったはずなのに、どこ打たれたんだ。肩なのかな。左肩だったら右利きだから、こいつ最悪的なの銃が打てるんじゃないかってことがあるけどね。はい、ということでね、無事に私の操作するパートというところは、終了となりましたので、バイオ RE3 観光ツアーね、無事に終了することができたというところになりました。まあ冷たい目でね、ぜひね、見下げすんでいただいてですね、楽しい毎日を過ごしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、最終的にこいつはね、ミサイルとともに散っていくっていう話なんですが、よかったよね。原作だったらさ、爆死すんのかな、ミサイルに当たるから。今までの中で一番冷たいね。そんな目で見られたらもう男の人ゾクゾクしちゃうよ。大変態の集まりでございます。まあそんなことをね、へって言いながら、まあもうそれはいいんです。それはいいんですよ。なんだけど、俺が死んだら真相は闇に葬られるぞ。まあそんなね、死んだおめえが思ってそうなね、下っ端でね。そうなんですよ。結局ね、現場に来ていろいろとこうね、自分で手を下さなくちゃいけないような下っ端が持ってる真相なんか大したことがないんですよ。そんなもんね、上層部をね見つけ出してね、そいつらにね、拷問火炙りの刑ってね、20時間耐久レースこちょこちょの刑ってやったら、多分ね、もうゲラ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 笑いながら喜んで喋ってくれるっていうね、もうそういうオチが待ってるから。はい、美しい、綺麗。ゼラだ、大丈夫か。大丈夫だよ、君さえいなければな。なんでバリーじゃないんだ。 It's coming。 ヒュー、早かったね。テテレテテテ。ここでね、バイオの原作にあるさ、ゾンビがこうなんか歩いてる上をこうミサイルが走っていくみたいなシーンが描かれてないっていうところがね、やっぱりね、こうリメイク作品とはいえ多少のちょっとオリジナリティを出したいなっていうところが、まあ垣間見えてね。カプコンいろいろ混ざったカプコンさんのね、まあいい作品があるんじゃないかなというふうに思います。今、何にも考えてないので、ただの思いつきで喋っている次第でございますが、まあそんな感じということで、お許しください、ゴンザレスというところですね。ゴンザレス、いやー、無事に終了することができましたね。なんかいろいろベラベラ喋りましたけどね。やっぱりね、バイオハザードっていうのは、プレイは真剣に向き合わなきゃいけないから、もうね、難易度を下げてやらないと、こんなね、ペラペラ喋りながらね、ふざけながらっていうのはなかなかできないですよ。これがもしインフェルノとかだったらとしたらね、もう僕ね、発狂して、もう皆さんにね、お聞かせすることができないような言葉を連呼しながらですね、一生クリアできないっていうオチになってたんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。まあ結局ね、他でもない人間だっていうね、そうウイルスじゃないですよ。結局それを作り出してる人間なんですよね。そう。まあ、どっかのさ、自分の国が一番だっていう錯覚をしている国なんかもあったりするけど、そいつらが生み出した COVID とかっていうのさ、ウイルスなんかもさ、なんか他が作り出して自分たちが犠牲者だなんて言い方をしたりとかしてるんですけど、ね、もう本当にね、一回ね、そこのやつ、部分だけね、ぜひね、海の中に沈んでほしいなって思ったりもしますけど、まあ、それはね、あれですけどね、別に。いいか悪いかっていう話じゃなくてね、もうそういう言ってるやつだけが沈めばいいかなって思ったりするんですけど、一人一人見てたらね、いい人たちもいますからね、当然ね。僕も中国にも知り合いが、父親にいて、そのつてでね、毎年なんかお中元かなんかお世話だったりとかもらうようなね、仲のいい人たちとかいますからね。本風と言うんですけど。ということで、本当にね、動画を最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。毎回ね、この30歳を過ぎたおっさんが一人でベラベラ、謎のテンションで喋りまくるという動画をね、ご覧いただいて、本当に感謝、あめあられでございます。で、一応今考えているのが、ちょっと、明日すぐ次にやるのかっていうところなんですけど、レジデントエアボー RE4 ですね。
の、モッドバージョンをやっていこうというふうに思ってます。ちょっとね、今ね、モッドを入れるだけのね、PC にスペックがちょっと持つかっていう心配があるので、まあ、若干その取り始めているところはあるんですけれども、ちょっとね、なんかローディングを全然しなくてね、次に進まないっていうちょっと事件事故が起こっているっていうところもあるので、それが解決しない限りには、これこのまま進められないんじゃないかと、もしかしたらパートなんぼで終わっちゃうんじゃないかっていうね、ちょっと今、危機に瀕しているというところでございますんで、それが解決するようだったら、どんどん取ってってですね、皆さんと共に RE4 を、まあ、いろんなね、レオンとか、アシュリーとか、なんなら敵ちゃんも変えたりとかっていうのでやっていこうかなと思うんですけど、あとね、なんかいろいろ試してて、敵を変えたり、ランダムアイテムにしたりとかっていうのも入れてるんですけど、なぜかそれが反映されないっていう事件、事故が起こっているという、まあ、事件と事故ってね、任意か任意じゃないかっていう違いがあるから、同じ言葉を、使ってはいけないんだけど、そんな細かい話はどうでもいいじゃないですか。ねえ。ということではあるんですが、まあ、それがね、うまくいくかどうかっていうところではありますんで、まあ、それがね、まあ、反映しなかったとしても、やっぱり見た目がね、いつもと違うっていうのだけでも、非常に楽しいんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、それはそれでね、やっていこうかなというふうに思っている次第でございます。はい。まあね、ゲームっていうのはさ、まあ、見る側もさ、やる側もさ、楽しければそれで一番いいっていう話ですからね。なんかいろいろ考察してさ、謎が深まってるためなんで、深まっている謎をこう解き明かしていくとかっていうのも楽しいなっていうのを思ったりとかするけど、まあ、純粋にさ、普通にプレイしててクリアしていくっていうのを楽しめたらなっていうふうに思いますけどね。まあ、ただその、研磨じゃないけどさ、配給に出てくるさ、猫魔のセッターのね、やっぱクリアをする瞬間、クリアをしていく過程はめちゃくちゃ楽しいけど、クリアをする瞬間っていうのが、あ、もう終わっちゃうんだっていう、なんかこう一物の不安の寂しさっていうのがあるよね。あ、待つね、持つじゃないですよ。そう、一末のね、やっぱね、寂しさっていうところがあるからさ、そういうのをね、なんか感じながらも、でもまあこうやってね、視聴者の皆さんと共にですね、最後までこうやってプレイできるっていうのは非常に楽しいなっていうふうに思ったりしている次第でございますんで、まあ、ぜひね、次回からのまた新シリーズの方もね、ぜひお付き合いいただけたら最高でございますというところでございます。はい、ございますが、なんか非常に多いでございますが、まあそこもご愛嬌ということで、お許したもれでございます。はい。ねえ。さ、まあ、毎回ね、エンディングをね、ご丁寧に流しながらですね、あつこゆうかさんとかね、やってるときは、まあ、何の話だよって。まあ、雑談をベラベラとか喋ってるとかしてるんですね、皆さんもラジオ感覚なんかでこういうのを聞いていただけたら、まあ、全然問題ないかなとかって思ったりもするんですけれども、まあ、こういうゲームをやってほしいとかね、ああいうゲーム。だいたいね、バイオハザードをね、なんかいろんな、観点から、まあ、切り口から、ベラベラ喋りながら僕はやってってるっていうだけの話になってくるんで、まあ、たまには他のゲームもやれよというようなですね、お話が、まあ、あるようでしたら、ぜひね、そちらにもチャレンジしていきたいというふうに思います。で、まあ、このゲームっていうのでね、まあ、ちょっと、私のお財布事情もありますが、申し訳ございません。お財布事情もありますが、それにかなうような、ね、ゲームであれば、ぜひね、やっていこうかなというふうには思っております。だからね、パソコン買い替えることに成功すれば、僕もね、FF7 のリメイク、なんか今、1と2が出てるんでしたっけ、FF7 リメイクのね、あれをぜひチャレンジしてみたいなって、どっちも確か、Steam で出てたはずだったんで、ね、僕はね、もう断然ユフィを押したいんだけど、なんかリメイク版で出てくる、もう、ティファも、エアリスも超可愛すぎてたまんねえっていう話だから、まあ、その2人をね、その3人か、のヒロインを見てしまうと、多分注目すべきところに注目しすぎて全然ゲームが進まないっていう恐ろしいオチになってしまうかもしれないですけど、なんか1時間ずっとそこばっか見てるみたいなねっていうことも、まあ、なきにしもあらずなんですけど、まあ完全にね1年くらいかけての超大作になるかもしれませんが、まあそんな感じで、だってね、前々からお伝えしてるけど、バイオハザードでね、普通にやれば3時間から4時間くらいで終わるような作品だから今こうやってできてるけど、大体1回ね15分から、まあ、マックスでも30分くらいの動画が平均して、まあ、たまに30分超えたり40分いたりとかっていうのもあるけど、まあ、収録のね環境上ね、2歳から3歳にかけてっていうふうに、かわいい娘ちゃんとですね、寝るのがすごく早いですね、嫁さんがね寝静まった後に夜中の1時2時に1人でねベラベラと喋っているという仕事でございますんで、あんまり大騒ぎしすぎると、まあ、起きちゃって、お前押すんだよってなるね、大阪湾に沈められてしまいかねないっていうところでございますので、まあそうならないしかに
も持ってるだけで、ね、あの奥さんもすごく優しいですから、ね、僕はこんなことやっても何も言わないでね、あの好きにしていいよって言ってくれるすごく優しい優しい奥様でございますが、まあ、そういう事情もあったりとかするんで、あのもしかしたらそんな15分ばっかりの動画とかを上げてたらもう全然ストーリー進まねえよっていうことになるかねないかもしれないんですけど、まあ、それでもねあの FF7 ちょっといつかチャレンジしてみたいなって思ってるんですけど、まあ、バイオの、ね、新作が出れば出るたびにね、なああのグリスにどんどんやっていきたいな、バイオ9もやりたいしね、うん、他のなんかリベレーションズも新しいのが出ればね、そういうのもやっていきたいなと思ってるんですので、まあ、スチームでね、あの派生してやっていく限りにおいては、まあ、ぜひね、どんどん試していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しんでいただけたらなというふうに思います。リレツーでもやろうかな、うん、ねえ、リレツーな、でもリレツー、その、造作キャラが変わるのが非常にめんどくせえっていうのがぶっちゃけあるんでね、それをどうするかっていうところなのかな、うん、まあ、そんなことも言いながらというね、あれなんか、さっき、普通に、終わりっぽいあのマークはなんか大概さなんかロゴ系が出てきたらさ終わりっぽいじゃないですか。なのにあのロゴ出てきたのにまだまだ続くからあれって思ってね、今そろそろ話締めくくってさ、あじゃあまた次回パートでって思ってたらまた続くんかいっていう感じなんですけどね。まあ年末にかけてね皆さんあの今いろいろとねあの仕事の締めだったり学校勉強の締めだったりとかっていうのやってね、あの新たな年を迎える2024年を迎えるための準備を今皆さんなされているところだと思うんですけれども、まあ1年を振り返ってみられてですね、どんな目標を達成できたでしょうか、まあ、そもそも目標を掲げたかっていうところですね、目標を掲げてそれを達成することができたのかっていうのをまずに振り返って、来年に向けて来年はさらなる飛躍さらなる飛躍に向かってですね、ぜひ一緒に皆さんと毎日精進できたらなというふうに思っております。ということで、今回もねキャプコンということで動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。スキップしましょうね、奥にあるサンドバッグが毎回気になるんですよね。エンディングがここまで短いのってもしかしたら初めてかもしれないですね。うん。RE2 に関してはなかったか、エンディングはね。はい。じゃあまあ、アシステッドモードでやりましたんで、まあ、大したあれではないんですけれども、あぴったし4時間だったね。まあ、ランク C、それはそうなるわなって。で、アシステッドで C で死ぬっていうね、デスで死んでるっていうね。いやー、なんとも情けない時代でございますね。はい。もっとゲームのレベルを磨き上げていきたいなというふうに思います。ということで、今回の動画は以上とさせていただきたいというふうに思います。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、明日からの新パートもお楽しみいただけたら幸いです。では、またお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。